はい、皆さんこんにちは、マグラレットです。原神2周年おめでとうございます。ちょうど1年前に、原神1周年記念動画として全43キャラクター紹介という動画を投稿させてもらいましたが、そこからまた1年、この1年間で新たなキャラクターが続々と追加されてきました。そんなわけで今回も2周年を記念しまして、この1年間で追加された全キャラクターを僕なりに紹介していきます。あ、こういうキャラクターいるんだなとか、この1年間いろんなキャラ追加されてきたなというのを振り返りながら楽しんでもらえると嬉しいです。では早速やっていきましょう。それでは原神2年目で追加された全キャラクターをバージョンごとに振り返っていきます。まずはバージョン 2.2 で追加されたトーマ。俺が守るよというセリフが印象的なキャラクターですが、そのセリフの通りシールドを貼って味方を守ることに秀でています。トーマのシールドは原神キャラで唯一重ね掛けができるという特殊な仕様を持っていまして、シールドを重ねれば重ねるほど、防御できる量が増えていき、継続時間も延長されます。また元素爆発を使っている間はどんどんシールドを重ねていくことができますから、その分ずっと継続してくれますし、合計シールド量で見てもシールドキャラクター屈指です。というふうに防御面でとても頼もしいキャラクターですね。またトーマの元素爆発はシールドを貼れるだけではなく、継続して炎ダメージを出すこともできますから、草元素と合わせて烈開花反応を狙っていくのも得意です。 HP を盛れば頼もしい防御シールドサポーター、元素熟知を盛れば脅威の範囲殲滅力を持つ烈開花サポーターというように、草元素の登場によって新たな使い方選択肢を手に入れました。バージョン 2.3 追加キャラクター新たキット。このキャラクターはとにかく豪快な戦闘スタイルが特徴的なアタッカーです。中でもこの特殊銃撃、両手剣とは思えない速度で剣をねブンブン振り回す、この攻撃は使っていて病みつきになる爽快感です。広範囲の敵を巻き込みながら殴ることができるので使用感もいいですね。そして新たきのもう一つの特徴が、自身を大幅に強化する元素爆発。防御力の大部分が攻撃力に加算されるため、非常に高い火力を出せるようになります。また個人的に新たキットを使っていて魅力に感じるのは、あらゆるコンテンツをご利用し可能であるということです。元素反応に依存しないといいますか、とにかく岩元素で殴っていくキャラクターですから、岩ダメージが通るコンテンツであればどこでも通用します。対複数戦闘は範囲銃撃で一掃可能ですし、対ボス戦闘は爆発後の元素スキル牛尾でとんでもないダメージが出る上に、もちろん銃撃でも火力を出していけます。パワーで何でもねじ伏せるというのがまさに新たキットらしい性能といえます。そして同じくバージョン 2.3 で追加されたキャラクターゴロウ。原神にはいろんなタイプのサポーターがいますが、中でもゴロウは特に尖った性能を持っています。というのも味方に岩キャラクターが 1,2,3 人と増えるごとにサポート効果も増えていくという、岩パーティーに特化した岩パーティー専門のサポーターです。また原神でも非常に稀な味方の防御力を強化する能力を持っており、防御力によってダメージが決まるアルベドや、防御力に応じて攻撃力が上昇するノエルなどと組むと非常に強力です。そしてもちろん先ほど紹介した新たキットとの組み合わせは鉄板と言えるほどに相性最高です。ゴロウが新たキットの防御力を大幅に強化バフし、新たキットがその防御力を攻撃力に変換することで、岩元素で殴るだけでも非常に強力なダメージを叩き出せます。このようにゴロウのサポート能力は岩パーティーかつ防御力という非常に尖ったピンポイントな能力なゆえに、噛み合った時の爆発力がすごいです。岩パを組みたいという方は絶対にチェックしておきたいキャラクターですね。バージョン 2.4 追加キャラクター神格。このキャラクターはとにかく氷元素でダメージを伸ばしたいという方向けのサポーターです。元素スキルを使えば味方が出す氷元素ダメージをアップでき、爆発を使えば敵の氷耐性を下げるというふうに、もう全てが氷元素ダメージの強化につながるサポーターです。また従来の丸々ダメージバフ系の能力と違って、神格のバフというのは味方のダメージに上乗せするという新しい方式になっています。この方式は会心やダメージバフを多く盛れるキャラクターと特に相性が良く、一部のキャラクターと組めば劇的にダメージを上げることも可能です。また神格が面白いのは氷元素キャラクター専門ではないというところです。氷ダメージを出せれば何元素でもいいので、超運で無理やり氷アタッカーを作ってサポートしたり、風元素キャラクターの攻撃を氷変化させてダメージを上乗せするなんてことも可能です。かなり専門的なサポート能力ではあるんですが、意外にも使い道の幅が広いですね。同じくバージョン 2.4 追加キャラクター雲錦。星4にもかかわらず力の入れようがすごく、待機モーションを見ているだけでも楽しめるキャラクターですが、性能面でももちろん魅力的です。無敵効果がついていてカウンターに使える元素スキルはどこでも便利ですし、また元素爆発のサポート能力が凄まじいです。
チーム全員の通常攻撃のダメージをアップするという効果ですが、特筆すべきはその発動回数。なんと最大で30回分も味方の通常攻撃ダメージをアップすることが可能です。もちろん効果時間内に30回全てを使い切るのは難しいですが、より手数が多いキャラクター、攻撃速度が速いキャラクターと組むことでそのポテンシャルを発揮することができます。映像のように攻撃速度が速いユイミヤと組めば、さらに単体への火力を伸ばすことができますし、タルタリアのような通常攻撃扱いの追加ダメージも強化することができます。まあ特にこだわらなくても元素の縛りもありませんし、通常攻撃主体のキャラクターであれば誰と組んでも強力な優秀サポーターです。バージョン 2.5 追加キャラクターヤエミコ。原神において設置系能力というのは特に珍しくありませんが、ヤエミコの元素スキルは最大3個も同時に設置することが可能です。もう置いておくだけで勝手に周囲の雑魚敵を蹴散らしてくれますから、フィールドとかで特に便利ですね。そしてロマン砲ともいえる元素爆発。必要エネルギー量は90と激重、かつスキルを全て破壊してしまうデメリットがありますが、その代わりに非常に高倍率な4連打が可能です。連続元素反応も狙えるので、ここぞという場面で撃ちましょう。またヤイミコは元素熟知を盛ることで元素スキルのダメージを上げることもできます。今まではこの能力活かすのが難しかったんですが、草元素の登場によって激化や超開花反応で有効活用できるようになりました。元素熟知を盛るだけでスキルのダメージを伸ばしつつ元素反応も強化することができますから、一石二鳥と言えますね。また元素爆発の4連続反応ももちろん強化できます。草元素とヤイミコの強みが完璧に噛み合っています。バージョン 2.6 追加キャラクター、神里綾人。綾人の魅力はもうこの映像を見てもらえば一目瞭然だと思います。元素スキル使用後の通常攻撃高速連打、まあ、これが火力が出る上に範囲が非常に広く、使い勝手がめちゃくちゃいいです。元素スキルを押した後は攻撃ボタンを押しっぱなしにするだけというお手軽操作で雑魚敵を一掃してくれます。アヤトは単体でこれを行えますから、サポーターに依存していない自己完結アタッカーと言えますね。またアヤトを使っていて個人的に気に入っている点は、もうどこでもスキルを押すだけでサクッと火力を出せるというところです。原神のアタッカーって元素爆発が必要だったり、いくつか工程を踏んで高い火力を出せるというアタッカーもいますが、アヤトはスキル1ボタンで必要な火力を出してくれるため、フィールド探索とかデイリーとかそういったね、普段使いの部分で特に活躍してくれます。また火力を出すために必要な元素スキルもクールタイムが短いですから、パーティーも回しやすいです。こう説明してみてもあらゆる面で使い勝手のいいアタッカーですね。バージョン 2.7 実装キャラクターイエラン。イエランはいくつも魅力がありますが、まずこの高速移動できる元素スキル、これがとにかく便利です。スタミナ消費なしで高速ダッシュできる上に、接触者的に大ダメージを与える効果もあります。雑魚処理も同時にできますから、探索がめちゃくちゃはかどります。さらに元素爆発が超強力。一定時間自分のキャラクターが通常攻撃することで敵に追加ダメージを出せますが、これの火力が凄まじいです。映像でも見てもらっている通り、通常攻撃をし続ければ継続時間中ずっと水の玉を飛ばし続けますから、合計のダメージが凄まじいことになります。またもちろん水元素付与の面で見ても優秀です。さらにこの元素爆発が恐ろしいのは、火力だけではなくサポート性能も持っているというところ。フィールドに出ているキャラクターの全てのダメージをアップさせるという雑に強い能力を持っていますから、通常攻撃するのであればどんなキャラクターとも組ませることができます。そんなわけでイエランは移動面で便利、火力も出せてサポートもできるという3拍子揃った隙のないキャラクターです。バージョン 2.7 2人目の追加キャラクターはクキシノブ。味方を回復するヒーラーでありながら、スキルを使うと自分の HP が減ってしまうという癖のあるキャラクターです。ですがその代わりとして元素スキルのスペックが非常に高いです。継続して自分のキャラクターを回復できる上に、周囲の敵に雷ダメージを与え続けますから、雷元素を付着して元素反応を狙ったり、スキルでダメージを与えると発動するタイプのサポート系装備との相性が良くなっています。またさらにこのスキルで特殊なのは、元素熟知を上げると回復量が上がるということ。大半のヒーラーでは元素熟知ガン盛りにすると回復が足りなくなる、全然回復できなくなってしまうんですが、クキシノブの場合は回復量と元素熟知を両立することが可能です。また元素スキルも元素爆発も反応を狙いやすいですから、元素反応サポーターとしても活躍しやすいです。特に新たに追加された超開花反応との相性がめちゃくちゃいいですね。元素スキルを使っているだけで周囲の双幻覚を勝手に起動して、戦闘中常に大ダメージを狙っていけます。バージョン 2.8 追加キャラクター鹿の院平蔵。平蔵は原神初のパンチやキックで戦う格闘スタイルのキャラクターです。しかもこの戦い方でなんと武器種は砲器。他の砲器キャラクターが遠距離攻撃中心なことを考えると、かなり異質な存在と言えます。
まあ、というふうにもう特徴の塊みたいなキャラなんですが、中でも注目してほしいのがこちらの超高倍率の元素スキルです。このスキルは最大までチャージすることで原神屈指の瞬間火力を出せるというロマン砲になっています。最大までチャージするといっても別に長時間貯める必要はなく、拡散反応を起こすごとにチャージされていきますから、風キャラクターであれば非常に簡単なハードルと言えますね。この高倍率のスキルをはじめとして、平蔵は自分自身で火力を出していくアタッカーキャラクターです。スキルが強力なおかげでサブアタッカーでもメインアタッカーでもどちらでもやれますし、風キャラですから拡散反応さえ起こせればいいので4大元素誰と組んでも強力です。コンテンツに合わせていろんな戦い方ができる汎用性の高いキャラクターですね。それではいよいよスメール編です。バージョン 3.0 追加キャラクターはまず草主人公、ついに原神初の草元素キャラクターが実装です。でなんとこの草主人公、歴代主人公で比べてもかなり高性能です。今までの主人公はどこか癖があったり使いにくい部分もあったんですが、草主人公は素直な元素スキル元素爆発を持っていて非常に扱いやすいです。特に元素爆発が優秀で、なんとですね2突すると継続時間が15秒まで伸びます。その間ずっと草元素ダメージを出してくれるので草反応につなげやすいですし、水元素に触れることで範囲が広がったり、雷元素に触れることで攻撃頻度が上がったりと、パーティー次第でさらに強力になります。また草主人公は元素熟知を盛ることで爆発やスキルにダメージバフが入りますから、激化反応などを絡めればサブアタッカーとして火力を出していくことまでできます。しかも無料で突れる主人公ではありますが、なんと突効果も軒並み優秀で隙がありません。まだ草キャラが少ないのもありますが、配布とは思えないほど優秀です。バージョン 3.0 追加キャラクターコレイ、なんと原神の前日端的な漫画である原神セレベンツで登場したキャラクターがプレイアブルとして実装されました。アンバーに救われた経緯がありますから、人形の名前がコレアンバーとなっているのがいいですね。性能としてはまず範囲内の敵全てに草元素ダメージを与え続ける元素爆発、そして元素スキルがブーメランとなっており、投げた後は自分に向かって返ってくるんですが、なんとこれ行きと帰りでどちらも当たり判定があり、どちらでも草元素を付着することができます。という風に元素スキルも爆発も範囲攻撃となっていますから、対複数戦闘雑魚戦闘で無類の強さを発揮します。この性能と水元素範囲攻撃を組み合わせれば大量の双幻覚を生み出すことも可能です。あとは雷元素を使って超開花を起こしたり、炎元素を使って烈開花を起こすことで大ダメージにつながります。また周囲の敵に草元素ダメージを与え続けるという固有テンポも持っていますから、近接キャラクターのサポーターとして組み合わせるのが特に優秀です。続いてもバージョン 3.0 追加キャラクタードリー、可愛らしい精霊的なものに両手剣を振り回させるというインパクトの強い攻撃モーションを持っていますが、注目してほしいのは元素爆発です。ドリーの元素爆発ランプの精を配置しておけば自分のキャラクターとリンクし、強力な HP 回復効果に加えて元素エネルギーの回復までしてくれます。まあ、という風にランプを配置しておけば自分のメインキャラクターを手厚くサポートできるわけですね。ヒーラーというだけなら他にも選択肢はありますが、ドリーの場合元素エネルギーのサポートも可能ですから、今回のエウラーのように元素爆発を回すのがちょっと大変、チャージ効率かなり盛らないといけないと、そういうキャラクターのサポートとして使うのが特に優秀です。また超電導反応も起こせますし、回復できてエネルギーサポートできて超電導も起こせる、アタッカーとしてはかなりやりやすくなります。しかもドリー爆発ちょっと重たいんですが、固有テンプで元素エネルギーを回復することもできるので、祭礼などを装備すれば自身の爆発もかなり回しやすいです。それでは今回の2周年記念動画ラスト1人はバージョン 3.0 で追加されたティナリです。ティナリは2周年時点で唯一の草アタッカーとなりますが、その特徴はとんでもないヒット回数、銃撃を最大チャージすれば4本の矢を飛ばせるようになり、しかもスキル使用後はこれを3連打できます。さらに敵を追尾する元素爆発は最大で12回もヒットするというように、もうとにかく手数が多いアタッカーです。そしてこの手数単体で見ると特に意味はないんですが、激化反応と組み合わせることでダメージが劇的に上昇します。チャージショット1回につき2度の激化反応が起こせる上に、スキル使用後はそれを3連打できるわけですから、いかに激化反応と相性がいいかが分かりますね。さらにティナリは元素熟知を盛ることで銃撃や元素爆発にダメージバフが入りますから、熟知を盛ることで激化反応の火力が上がるのはもちろん、ダメバフも手に入り一石二鳥です。原神初の草元素キャラにふさわしい激化反応のスペシャリストと言っていいキャラクターだと思います。
はい、というわけで原神2年目で追加された全14キャラクターを振り返ってみましたが、皆さんいかがだったでしょうか。僕の感想としては元素熟知というワードがよく出てきたなと思います。2年目は結構熟知に焦点を当てたキャラクターが多く、熟知の価値が上がりましたね。あと実装時点では使い道の多くなかったキャラクターも後からね、使い方が開拓されたり強化が入ったりしてまんべんなく活躍できるすごいゲームだなと思います。本当に1キャラ1キャラが丁寧に作られてるなというのを再確認できました。原神は今日から3年目に突入するわけですが、もう早速新キャラクターセノ・キャンディスが本日実装されます。また今後もニーロやナヒーダといった新キャラクターが続々と追加される予定です。果たして今後の原神スメール編がどう完結するのか、どんな魅力的なキャラクターが追加されていくのか、3年目の原神も皆さんと一緒に楽しんでいければ嬉しいです。今後も原神動画投稿していきますので、どうかこのチャンネルをよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。皆さん、今回の動画もご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは美課金や無課金の方でも参考になるような真面目な育成解説、そしてちょっと変な遊び方だったり、変な育成を考えるやけくそシリーズ、この2つを中心に動画を投稿していきます。気に入ってくれた方はマグロのアイコンからチャンネル登録お願いします。それではありがとうございました。